ジェイノリツグ1973年30件生まれ、韓国人の父と日本人の母を持つ料理研究家、ライフスタイルプロデューサー、作家。2011年1月からジェイノリツグホルストとして活動することが多い。フランスやスイス、スウェーデン、カナダとのつながりが強い自身の国際的なバックグラウンドを活かし、数カ国語で各国政府機関や、 各国の企業に対応。日本での食マーケットをプロデュース、また、日本へ優れた、世界中の食材や文化を紹介する食の、スペシャリストとして、国際的に活躍をしている。日本は、もちろん、韓国、台湾、ヨーロッパ、カナダ、アルゼンチンなど、海外の雑誌やテレビ、ラジオなどの海外メディアにも取り上げられている。 料理研究家として、またフードのマーケティングディレクターとして、その活動の幅が広がっている。20歳で料理人を目指し上京。和食、フレンチ、イタリアンと幅広く学び、料理研究家として、活動を展開。簡単で美味しく、薬膳知識をも活かしたヘルシーなレシピが人気を集め、各局テレビ、雑誌に幅広く登場する。 食品企業のレシピ開発や商品開発、講演なども手掛ける。作家としての諸女小説に、フードラバーズ、そこから飛び出した実写版レシピ本として、ラブイン・クックがある。ラブイン・クックでは、フードラバーズの主人公を著者自らが演じ、作品の世界をビジュアル化した。コンセプト、料理、スタイリングはもちろん、文章、写真表現に至るまでを、 セルフプロデュースした、意欲作。ありがとうございます。